生手術しよう、こんなのダメだ。里親探すか。私も一回里親探してもらってもらったことあるし。本当ですか。うん、1匹なら、ねえ、使うんじゃないかな。なんかあれして会社で聞いてみるよ。ありがとうございます。ね、そしたら、それで去勢しちゃえばもう、ね、そわそわしちゃうよね。ないから。よかったね、ルナちゃん。ママもドキドキしたよ。さすがに苦しいな。苦しいよね。クロちゃん、よかったね。あれもうこんなの嫌だからやっぱ去勢しよう。やっぱちょっと心が痛む。いつも前からそうだ、よかったね、一匹だってよ。そうですね、本当に目開けちゃったら本当お父さんの言う通りで。なんかおっぱいがさ、2個しか生きてないから2匹かなって言ったの。あ、そういうこともあるんですね。ゴロンってやるからさ、これどう、スペル同じだよ、真っ黒だよ。あ、そうなんだ、うん、真っ黒だって。どこに右側の茶ダンス、茶ダンスに決まってあるよ。しまってある、汚いけど。その中、これ見えてしまうよ。あの、もしかしてあの黒いやつ、黒い物体。でも生きてるの、信用してんだね。あ、本当だ。何も言わないね。なんかいる、かわいい。こんなちっちゃい子猫初めて見た。クロちゃん、一匹いたね。大丈夫だよ、行ってみな、いるから。珍しいな、うん、黒親子。人間みたいだな、一匹。大体3匹、多い時4匹ぐらい一発じゃん。いや、でも多分結構重かったから、あの箱だから途中であれだな、うん、ダメになったのいいね、きっと。死骸がね、あそこに連れて行けなくて、行けなくて、一匹だけは、ね、あ、どうにかあれしたんじゃないの、きっと。頑張れるな、ね。